今回は毎日やっているお弁当作り1週間分の様子を動画にしてみました。我が家は看護学生である2番目ちゃんに毎日お弁当を持たせているんですが、時々3番目くんや末子ちゃんの行事によってプラスで作ることがあるかなという感じで、普段は1人分を作っています。また家族が多いととにかく朝がバタバタで、私自身あまり朝には強い方ではないため、なるべく朝は10分から20分以内に作れる内容でパパッと済ませています。頭がぼーっとしながら作るリアルな様子ばかりですが、そんな我が家の1週間分のお弁当作り記録スタートです。いつも使っているわっぱのお弁当箱は衛生面を考えて毎週末に煮出してからお茶っ葉を入れて保管をしているので、月曜日はこのお茶っ葉を捨ててからのスタートです。またおかずの汁がわっぱに直接当たるとどうしても匂いの原因になってしまうので、こんな感じでカットしておいたオーブンペーパーを下に敷いたり仕切りに活用しています。その日のおかずの内容によっておかずカップかオーブンペーパーを使い分けている感じです。まずはご飯を先に詰めてこのまま冷ましておきます。おかずは前日の夕飯で取り分けておいた3種類と下準備だけしておいたものを活用します。おかずはレンジで温めておきます。こちらは甘辛ちくわいんげんを作ろうと思って昨晩下準備だけをしておきました。ちょっとちくわが破けてしまった失敗作もありますが、軽く下茹でをしたいんげん豆を2本ずつちくわに詰めて一口サイズにカットしたものです。ちくわは1袋4本分を使っているのでお弁当の余りは朝ごはんで食べます。フライパンを用意したらマヨネーズ大さじ1を入れて準備しておいたちくわいんげんを加えて焼いていきます。全体にマヨネーズを絡めながら焼いていき、表面に焼き色がつくくらいこんがり焼いたら甘辛いタレで味付けをします。料理酒小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ1、あとは少し煮詰めながらアルコールを飛ばして全体にタレが馴染んで色づいてきたら出来上がりです。続いてしらす入りの卵焼きを作っていきます。冷凍しておいたしらすをボウルに入れたら卵を割りほぐします。卵はいつも3個で作っています。残ったら朝ごはんで食べるので大きめに作る感じです。また味付けは塩、砂糖、みりんが我が家の卵焼きのベースです。卵の白身を切るようにほぐしたら焼いていきます。だいぶ卵焼き用のフライパンがくっつきやすくなってきているんですが、卵液が固まってしまう前に押さえて焼き付けて形づければなんとかなるので、まだまだ使い続けてしまっています。3つのおかずも温まりました。ゆでとうもろこしときんぴらごぼう、そしてイカのバター焼きです。こちらはお友達からいただいた釣りたてのイカで昨晩作りました。それでは詰めていきます。大葉は家庭菜園で最近たくさん収穫をしているので抗菌作用としてもお弁当で活用しています。詰める順番はいつもメインのおかずが一番、定位置が決まってからスペースを大きく取ってしまう卵焼き、そして副菜や隙間埋めの順に詰めています。この日はメインのおかずにボリュームがなかったので少しおかずの品数多めの仕上がりで作りました。最後に微調整をしてこれで月曜日のお弁当出来上がりです。月曜日は甘辛ちくわいんげん、イカのバター焼き、しらす入り卵焼き、ごぼうのきんぴら、そしてゆでとうもろこし、5品の献立で作りました。火曜日もやっていきます。今日は前日の夕飯で取り分けておいたメインのおかずと副菜は簡単に作ります。
赤い彩りで時々活用しているトマトのチーズ焼きを作っていきます。ミニトマトとその日冷蔵庫にあるお野菜を組み合わせていつも作るんですが、この日は冷蔵庫にあったマッシュルームを使用しました。マッシュルームをお弁当で使うときは存在感をアピールできるように形を崩さない少し大きめなスライスにしています。そして玉ねぎも少し薄くスライスして足しました。マッシュルームと玉ねぎは先にさっとオイルでソテーして火を通しておきます。夕飯の取り分けおかずはレンジで温めておきます。前日の夕飯で作っていたのは砂ずりの塩だれ炒め。砂ずりは1パックを食べやすくスライスし、ピーマンは2個を細切りにしたら、ごま油を熱したフライパンにニンニクを少量加えて油に香りを移します。いい香りが立ってきたらスライスした砂ずりから炒めていきます。砂ずりの色が変わり、8割から9割火が通ってきたところで、細切りにしたピーマンを加え一緒に炒めます。そしてピーマンに油が回ったタイミングで味付けをします。塩麹小さじ2、胡椒少々、レモン汁大さじ1から2、我が家は大さじ2程度入れています。あとはタレを全体に絡めながら炒め、砂ずりに火が通り、ピーマンがまだ少し硬いかなという絶妙なタイミングでお弁当の分を先取りで取り分けておきました。お弁当に詰めるときに再度温め直しをするので、それも見越して早めの取り分けです。今日の卵焼きは大葉入りです。いつも通り卵3個をボウルに割り入れたら、大葉を4枚刻んで加えて、味付けはいつも通りの塩、砂糖、みりんです。オイルソテーしておいた具材も軽く火が通ったので、トマトのチーズ焼きを仕上げていきます。耐熱容器にそれぞれ具材を入れていくんですが、この時なるべくお弁当に詰めた時のイメージをしながら形作っていくのがおすすめです。まずは玉ねぎとトマトを入れたら、マヨネーズを小さじ2程度加えて、刻んで冷凍をしておいたベーコンも少し足しました。マヨネーズを全体にあえたら、マッシュルームを周りに散らして、その真ん中にピザ用チーズを少し乗せて、あとはオーブントースターにお任せで7分ほど焼いて出来上がりです。お弁当箱にはオーブンペーパーを敷いて、先にご飯をついで冷ましておきます。最後は卵焼きをいつも通り焼いて、おかずは出来上がりです。それでは詰めていきます。今日のメインのおかず、砂ずりの塩だれ炒めを詰めて定位置を決めたら、卵焼きをカットして、お次はトマトのチーズ焼きは少し水分があるので、おかずカップを活用して、なるべく上にのせたチーズを崩さないように塊でおかずカップへ移します。先に底の方にトマトを入れて高さが出たところで、その上にこんがり焼き色がついたチーズと具材の塊を乗せていく感じです。あとは卵焼きのスペースを確保して、最後卵焼きも詰めます。ご飯のお供は梅干しにしました。ご飯の上にのせたら黒ごまを散らして、これで火曜日のお弁当出来上がりです。火曜日は砂ずりの塩だれ炒め、トマトとベーコンのチーズ焼き、
そして大葉入り卵焼きの3品献立で作りました。水曜日もお弁当作りやっていきます。この日は前日の夕飯で取り分けておいたおかずは2種類、そして緑のおかずは冷凍のブロッコリーを活用しようと思います。まずは取り分けおかずはレンジで温めておきます。今日は3番目くんが行事の関係でお弁当だったので作るのは2人分です。女の子と男の子のお弁当箱は容量が違うので、3番目くんのお弁当はなるべくおかずのボリュームを出せるようにブロッコリーもウインナーを足したカレー炒めにしようと思います。ウインナーは斜めにカットして、レンジ加熱が終わったおかずは冷ましておきます。この取り分けおかず1品目はトマトオムレツです。卵を4個割りほぐしたら塩コショウ少々、粉チーズを大さじ1強、あとは玉ねぎ麹があと少しだけになっていたので使い切りで加えました。玉ねぎ麹がない場合は鶏ガラスープの素小さじ2分の1で代用してください。卵を混ぜ合わせたら油を引いたフライパンにスライスしたトマトを並べ広げて、最初は中火で火にかけます。また2品目は下味冷凍をしておいた豚バラ蜂蜜味噌炒めです。お肉を下にし、その上にお野菜をのっけて加熱し炒めておきます。またトマトのフライパンにジューッと音がしだしたら合わせておいた卵液を一気に回し入れ、蓋をして火加減を弱火に落としてじっくり火を通していきます。豚バラ蜂蜜味噌炒めは味噌が入っているので焦げやすくなりますが、焦がさないように炒めて火を通すだけなので本当に手軽であっという間に出来上がります。オムレツは上の方までだいぶ固まってきたら蓋を外して底の面が焦げていないかを確認してください。まだ大丈夫であれば半熟の部分も火を通したいので底面の様子を見ながらタイミングを測ります。美味しそうに色づいてきたら、まな板やお皿など平らなものを使って裏返して、トマトは水分が多いのでもう片面も焼いて、最後は水分を飛ばして仕上げます。2人分のご飯をついたら冷ましておきます。パパのお弁当箱は昨日聖子ちゃんが誤って踏んでしまってまさかの真っ二つになってしまいました。ということで新しいお弁当を購入するまでの間聖子ちゃんのお弁当箱に詰めることにしています。ブロッコリーはレンジで軽く解凍したらウインナーと一緒に炒めて、塩コショウとカレーパウダーでシンプルに味付けをして仕上げました。こちらは3番目くん用のおかずです。また2番目ちゃん用は簡単にごま油の素をあえて仕上げました。それでは詰めていきます。それぞれ大きさに合わせたおかずカップをお弁当箱に入れたら、温めておいたメインのおかず豚バラ蜂蜜味噌炒めをカップの中へ、そして2品目のトマトオムレツは崩れやすいのでオーブンペーパーの上に乗せて取り分けていました。こうしておくと滑らせるだけで詰められるので楽々でおすすめです。と言いつつ置いた向きが微妙だったので結局お箸で慎重に向きを変更させました。あとは隙間にブロッコリーのごま和えを詰めて、これで2番目ちゃんのお弁当は出来上がりです。続いて3番目くん用はブロッコリーのカレー炒めを多めに詰めてボリュームを出して、真ん中にトマトオムレツを詰めました。ただやはり隙間が空いてしまっています。今日の隙間埋めは冷凍シューマイです。2個をレンジ加熱で仕上げてなんとか隙間も埋まり、3番目くんのお弁当も出来上がりです。また2番目ちゃんには梅干し、3番目くんは残りが少なくなっていた鮭ふりかけを使い切りでトッピングして、これで2人分のお弁当出来上がりです。水曜日のお弁当は豚バラ蜂蜜味噌炒め、トマトオムレツ、
そして2番目ちゃん用にブロッコリーのごま和え、3番目くん用はブロッコリーとウインナーのカレー炒め、そしてシューマイです。木曜日もお弁当作りやっていきます。前日の夕飯が牛丼だったので、今日のお弁当は簡単にのっき弁当にします。そして副菜は昨晩作っておいたゆで卵とピーマンを使って卵サラダピーマンを作ります。牛丼の具はレンジで温めたら冷ましておきます。ピーマンはきれいに洗ったら縦半分にカットして種を取り除きます。そしてゆで卵1個は殻を剥いて、形が分かるくらいに大きめに刻んで、ボウルに移したら玉ねぎを少量薄くスライスして加え、マヨネーズ大さじ1強、塩コショウ少々、さっと混ぜ合わせたら卵サラダの出来上がりです。この卵サラダをピーマンに詰めて、アルミホイルの上に乗っけたら、上にピザ用チーズをトッピングして、あとはトースターにお任せで7分焼いて出来上がりです。今日は丼なのでフードコンテナに詰めていきます。ご飯を詰めたら冷ましておきます。あとは上に散らす用の大葉を千切りにして準備しておきます。それでは詰めていきます。牛丼の具は玉ねぎや白滝入りにしています。かさ増しにもなりますし、冷めてもお肉が固く感じにくいのでお弁当にも最適です。上には千切りにした大葉も散らしておきます。こんな感じです。末子ちゃんから飲み物のリクエストがあったので一時中断。この時期は自家製の梅シロップを炭酸で割って飲むのが我が家のお気に入りで、聖子ちゃんも喜んで飲んでいます。ちょうど卵サラダピーマンも焼き上がっていました。お弁当へは一つだけ綺麗な本を選んで詰めました。そして乾燥パセリを散らして、今日のお弁当は赤みが少ないので糸唐辛子をトッピングして、これで木曜日のお弁当も出来上がりです。木曜日はとっても簡単に牛丼と卵サラダピーマンの2品献立で10分で仕上げました。最終日金曜日もお弁当作りやっていきます。今日は白ご飯ではなく冷凍しておいたチャーハンを活用します。指に絆創膏が貼られていますが怪我ではなく、聖子ちゃんから昨日お医者さんごっこで貼られました。冷凍チャーハンはレンジ加熱しておきます。卵は先にお湯を沸かして、後でゆで卵にします。そして昨晩はメニューの関係で取り分けのおかずができなかったので、お野菜だけカットして準備していました。スライスしたマッシュルームと玉ねぎ、ピーマン、人参です。あとはさっとしたゆでだけをしておいたインゲン豆です。今日のメインのおかずは業務スーパーで売っている冷凍軟骨入りのつくね団子を使って簡単に甘酢炒めを作ります。冷凍のつくねはレンジで解凍して使います。つくねを解凍している間に具材を炒めていきます。フライパンにごま油を熱したら、火の通りにくいお野菜から順に炒めて、解凍したつくねも加えます。お
野菜に火が入り、だんだんとつくねが色づいてきたところで味付けをしていきます。砂糖大さじ1、酢大さじ1、醤油大さじ1、調味料を加えたら全体に煮絡めて、全体がしっかり色づいたところで火を止めて出来上がりです。また下茹でをしておいたインゲン豆はごま油をひいたフライパンに入れたら、塩コショウでさっと炒めてインゲンのごま油炒めにしました。それでは詰めていきます。まずはレンジ加熱をしておいたチャーハン、豚バラコーンのペッパーライスをお弁当箱に詰めて、おかずを詰めるスペースを確保したら、見た目が綺麗になるように豚バラとコーンの位置を微調整して、おかずの汁とご飯が混ざらないようにオーブンペーパーで仕切りをつけて、空いたスペースに肉団子の甘酢炒めをたっぷりと詰めます。この時も人参やマッシュルーム、ピーマンなどの色のバランスを見ながら食材を配置して、インゲンのごま油炒めは少し長さのバランスが悪かったので、ちょうどいい長さにカットして上にトッピングをして仕上げました。最後ゆで卵をスライスし、中央付近の黄身が綺麗に見える部分を1枚乗せたら、黒ごまをゆで卵の上に散らして、これで最終日金曜日のお弁当も出来上がりです。金曜日のお弁当は豚バラコーンのペッパーライス、肉団子の甘酢炒め、インゲンのごま油炒め、そしてゆで卵の4品献立のお弁当にしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はゆもんち1週間分のお弁当作りの様子でした。また次回の動画も楽しみにしていてください。チャキチャキ。